じゃあ成人おめでとうございます。ありがとうございます。今日のこの晴れ着なんていうんですかは自前ですか、買っちゃったんですか。買っちゃいました。はい、すごい。おいくら万円ぐらいするんですか。すいません。すごい。一回回転していただいていいですかね。おー素敵ですね。成人おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ今何回目ですか。ご職業は主婦です。え、じゃあこちらから行きましょう。主婦で、え、はい、結婚されてるんですね。してます。え、何歳の時に結婚されたんですか。16歳です。もしかしてお子さんも。はい、2人います。え、お子さんはおいくつですか。今年4歳と2歳です。男の子女の子。2人とも女の子です。すごいですね。え、で主婦で、はい、じゃあご主人さんが働かれてるわけですね。そうですね。でも子育て大変でしょう。大変ですね。形で、はい、遊びたいです。遊びたい。あのお子さんは幼稚園とか保育園に。幼稚園、上の子は幼稚園に行ってて、下の子は家に。家で、じゃあなかなかそうやって外に出る機会も少なくなったんじゃないですか。そうですね、はい。じゃあなんか国に、国とか都に言いたいことはありませんか。子育て支援もうちょっとお願いします。すごい、あの大人な成人式で本当おめでとうございます。ありがとうございます。こちら、私も、はい、私今学生です。学生、何学生ですか。今専門学生です。学生、じゃあ今年卒業ですか。どうしよう。今年じゃないです、来年卒業です。3年生なんで。3年生で、え、何を勉強されてるんですか。今飛行機の整備の勉強してて、エンジンの音が好きです。エンジンの音が好きでちょっと整備士目指そうと思ったんですけど。かっこいいですね。いえいえ。え、じゃあ将来は JAL とか ANA とか就職ですかに入りたいんですけど難しいですね今は。じゃあ、 成人の抱負を一言お願いします。成人の抱負、これからじゃあ就職活動、はい、が始まってくるぐらいですね。で、まあ、将来はその整備士。じゃあ成人おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ成人の抱負をお一人ずつお願いします。彼氏作ります。痩せます。私も彼氏作ります。痩せて貯金して100人切り、イエーイ。欲張りですね。20年間彼氏いたことありません。はい、今年こそ。すごいよ。見せます。やっちんちん。私も彼氏作りたいと思います。キモ。はい、じゃあどうも成人おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ飲みすぎ気をつけてください。ありがとうございます。マジで終わりで、楽器の工場も目指せ工場です。え、楽器は何やってるんですか。ホルンをやっております。じゃあ音大で。はい、音大生です。ホルンで、はい、じゃあ楽しみにしてます。英語喋れるようになります。なんで英語喋りたいんですか。世界が広がるからです。ありがとうございます。いいですね。じゃあ活躍応援してます。はい、ありがとうございます。留学するんで留学、中国留学頑張ります。頑張ってください。はい。せーの、中学。